IBM PC Convertible は IBM が開発、販売した、同社発のラップトップパソコンである。1986年4月3日にリリースされ、後にデファクトスタンダードとなる3.5インチフロッピーディスクドライブを搭載した最初の IBM 製パソコンでもあった。最近のノートパソコンのように、電源管理機能を搭載し、内蔵バッテリーで駆動することができた。本機は、 IBM ポータブルの後継機で、モデル番号は5140。1991年に IBM PS2L40SX。日本では IBM PS55 ノートに置き換えられた。1983年にコードネーム SweetP として、タンディモデル100のようなラップトップが開発されたが、IBM PC 互換でなかった。 タメドンエストリッジによって中止されたと言われている。1984年にはより大きな液晶ディスプレイを搭載したもう一つのプロトタイプ機が開発されたが、チクレットルールを満たさなかった。特にデータゼネラル1のディスプレイに劣っていた。PC コンバーティブルは CPU に CMOS 版、インテル8088、256KB の RAM、 2台の 720KB3.5 イ,インチフロッピーディスクドライブ CGA 互換モノクロ液晶画面を搭載し価格は2000ドルであった重量は 5.8kg で持ち運び用の取っ手を装備していた PC コンバーティブルは背面に独特な一鎖バスベースのポートによる拡張性を備えていた小型プリンターや映像出力モジュールなどの拡張モジュールを取り付けることができた 本機はモデムを内蔵できるが、ハードディスクを内蔵するスペースはなかった。ボディのコンセプトとデザインは、ドイツのインダストリアルデザイナーである、リヒャルト・ザッパーによって作られた。コンピューターの電源ボタンを押しても、電源を切ることはできず、代わりにサスペンドモードにすることができた。これは、長時間の起動処理を避けるためであった。CMOS 版 80C88 は、スタティックコアを持つ。 これはシステムクロックの発信を停止しても内部状態を保持できることを意味する。これによりクロック信号が再始動した時にまるでずっと電源が入っていたかのように処理を再開できた。CMOS 版 80C88 はクロック信号停止中には非常に小さな電力しか消費しなかった。画面はそれほど高さがなくそのためテキスト文字やグラフィックは縦方向に 通常の半分の高さに縮められた。ディスプレイは80桁 X25 行のテキスト 640X200 ドットと 320X200 ドットのグラフィックモードを表示できた。ディスプレイの下にある2台のフロッピードライブの間のレバーを押すと画面を本体から外すことができた。これは一つのデスクでフルサイズのデスクトップモニターを使うのに便利で、 ドッキングステーションコンセプトの走りであった。本機は様々な理由によりほとんど売れなかった。PC コンバーティブルは重量が重く、IBM ポータブルを置き換えるに値するほど早くはなく、従来機の PC の拡張ポートをアドオンカードを含め搭載せず、視認性の悪い既得な形の液晶画面、またコンパックなどの企業から8286や、 オプションでハードディスクを搭載したより早いポータブル機、東芝やゼニスデータシステムズといった企業から似たようなスペックでより軽く、時に半額で競合するラップトップ機が登場した。キーボードもまた広く批判されるものであった。日本では1986年9月に日本 IBM より正規輸入に近い形で販売された。 日本語化は行われず、またモデムや米、IBM の経営、財務用ソフト、IBM アカウンティングアシスタントシリーズなど一部のハードウェアソフトウェアはサポートの都合で販売されなかった。また PS55 の日本独自仕様のラップトップモデルである 5535M のベースとなった。ありがとうございます。